静かなる防衛の時間です。 F35 今日本が米国にアメリカに F35 の共同開発を志願しています。これは、まあ、F35 を作るにあたり、開発費がかかる。で、共同開発していた国が次々と抜けていく穴を埋めるために、日本がアメリカに打診していることです。ですが、この共同開発、アメリカの方からノーが来ました。まあ、それもそうですね。日本には F3 計画があります。この F3 計画にイエスだと、加速させる恐れがある。まあ、いくらパートナー日米同盟強化されていると言われても、この航空機産業、戦闘機産業加速されては困ると考えているんでしょう。まあ、日本も今頃 F35 の共同開発に入ろうと。まあ、メリット的に言えば、日本で生産検査までできる。あと、メンテ、ここに入りたいがために共同開発やっぱり日本も F35 を144機導入するわけです。毎年プログラムのアップデートは必要になってきます。このアップデート、なかなか厄介なもので、結構な経費がかかってきます。とはいえ、ロッキード・マーチン社もこれが売りになってるんでしょう。利益を得るための必要なポイントになっています。日々機体の強化とアップデートは行われていくでしょう。で、 F35 を購入しない国もあります。ドイツ、オーストラリア、イタリア、
カナダ。結構、主要な国が導入をしない以降に向かっています。 F35 を導入する国も多いんですが、逆に導入しない国も多い。ゆくゆく生産数が伸びてくると価格は安くなる。安くなる方向に向かいます。もう現在だいぶコストダウンして安くなっています。今年はまた安くなると見通しもあります。最終的には一番安くステルス戦闘機が買えるんじゃないかなどと言われています。この共同開発により、やはりデータ不足な部分もある日本の F3 計画、この F3 計画を進めるために日本はどうしても共同開発したかったでしょう。今のところアメリカが拒否をしています。一応 F35 のデータはアメリカのビッグデータに蓄積されて全ての情報が集約されています。この情報を CDL だけでもかなりの開発経費になるんですが、そこはやっぱりアメリカ独自のデータ収集でしょう。他国にその情報を売ることはないと考えます。日本もビッグデータを作ることも今から必要になってくると考えられます。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。